第20回日本レコード大賞は1978年12月31日に帝国劇場で行われた20回目の日本レコード大賞である。前回に引き続き総合司会の高橋慶三のほか、この年から始まったザベスト県の久米ヒ黒柳哲子コンビが司会進行を担当。しかし久米ノは今回をもって退く。第20回の大賞は ピンクレディの UFO に決定した。ピンクレディは初の受賞。日本テレビのスター誕生。出身歌手とアイドル歌手のレコード対象受賞と、及びオリコン年間シングルチャート1位の楽曲が受賞したのは1968年以降では共に史上初めて。なお審査はピンクレディと沢田健二が決戦投票までもつれ込む激戦だった。 連覇を狙った前1977年第19回の対象受賞者の沢田健二は最優秀歌唱賞を獲得となった。この年から従来は単なる予選通過扱いだった対象候補曲の上位10曲に対して均等に金賞を与えることとなった。TBS の音声多重放送の開始に伴い、この年からステレオ放送に前年史上最高を記録した。 視聴率は大きく落ち込み 7.9p 下落の42.9%。2008年8月1日に日本テレビ系で放送されたヒットメーカー悪友物語でも対象が発表された。実際映像が織り混ぜて使われている。ありがとうございます。